さつきさん、はい、のんのに掲載され他大学からモテまくっていたって本当ですか？のんのが可愛いあの子ナンバーワン取材に来て、東大で私がナンバーワンになったので、そういうのってやっぱりあの慶応とか早稲田とかの男の子も関心持つわけで、アプローチはいっぱいありました。モテまくったまで言うとちょっとモテました。